はい、こんにちは、ムッチーです。水彩画メイキング動画シリーズ第131回目をお送りいたします。先日スケッチ会のメンバーで、スケッチに行ってきたんですけどね、本当はまだこんなに紅葉していなかったんですね。ちょっと1週間ぐらい早かったかなという感じだったんですけども、はい、ではまあそこはね、せっかくですから誇張して、紅葉をたくさん入れてみました。でですね、まあ例によって私は生徒さんの指導に当たらないといけないので、急いで、スケッチしますから、早書きでやっています。なので、マスキングも使いませんし、デッサンもしていません。はい。別にそれを推奨するわけではありません。私マスキングは大好きですし、本当なら使いたいんですけども、何しろそういう指導しなきゃいけないので、時間がないからそうしているっていうことですよね。はい。まあそんな感じで、こう土手に、ある咲いている紅葉という感じでね、逆光がすごく綺麗だったんですよね。まあ逆光のシーンが大好きなんですね、私ね。で、逆光を選ぶとまあまあ、結構どんな人でも結構綺麗に美しく、ね、素敵に描けるんじゃないかなと思います。まあよかったら、参考にしてみてください。はい、ではどうぞご覧ください。はい、今日もスケッチ会のメンバーで、スケッチに来たんですけどね、紅葉で有名なところなんですけど、まだちょっと紅葉が早かったですね。なのでですね、まあ、ちょっと誇張して紅葉を描いてみたいと思います。でですね、ちょっと少し標高が高いところでですね、ちょっと寒いんですよね。で、私ちょっと風の音が入るかな、薄着をしてきましてね、寒いのでこの光が当たる場所で、ここなんですかね、光が当たる場所で描こうと。日陰に行くと寒いと。となると、あまり場所がね、限定されてしまって。まあ、この感じの逆光の紅葉を描いてみようと思います。本当はここに池があるんですけどね。まあ、これ、本当はこう水を入れて描きたいですけど、ちょっともう大変なので、汚い水ですしね。でもまあ、この感じを行ってみようかと。で、今日はもうカメラの三脚も持ってこなかったしね、非常に軽装でやってきたので、ちょっと手持ちカメラになりますから、まあ、ちょっとブレるかもしれませんけどね、ご容赦ください。まあ、いつものようにね、生徒さんたちより一足早く来て今から描き始めて、生徒さんが到着したら一人一人生徒さんのところを回ってアドバイスをするということなんですけどね。なのでね、まあ、今回もささっと早書きでやってしまいます。はい、今日持ってきた紙はこのランプライトっていうものですけども、これは国産のコットン紙ですね。一応コットン 100% って書いてあるんですけどね、はい。まあ、6号のサイズのもの、書きやすいものを持っていこうと思ったら全部なくなっててね、でこれしかなかったのでこれを持ってきたんです。あまりこれ使わないんですね。ちょっとね、紙質が紙がちょっと黄色っぽいっていうか、クリーム色か、っぽいんですよね。で、なんとなくこうね、仕上がりが地味になるんですよね。まあ、それが好みの人もいるかもしれませんけど、どうもね、私はスカッと明るい方が好きなんでね、なんで、まあ仕方はないと。これでやってみます。まあ、なんていうかな、試し書きのような早書きの、絵になりますからね。はい。それでは、ザクザクと行ってみましょう。今回は本当なるべく少ない筆数であっさりと書いてしまうことを、目標にしたいと思います。適当に明るい色からバシバシとドロッピングしていきます。
はい、紅葉はこんな感じでいいんじゃないでしょうかね。OK。少しグリーンもありますからね。グリーンを入れてみましょう。この時に赤とダブってしまうと濁っちゃうので、避けるように。はい、ということでね、カメムシがついていましたね。びっくりしましたね。今気づきましたよ、本当に。たくさんいたんですよね、カメムシがね。でもね、なんかでも、幸いなことに、こう、匂いは発していただかなかったので、それは助かりましたね。はい。ということで、上の方がね、もう下塗りが乾きましたから、樹木のね、幹、枝を入れているところでございます。はい。まあ、いつもセピアとか使うんですけどね、まあ、そこに少しバーミリオンを加えるような感じで、赤っぽくしています。まあ、こういう赤い世界の中にある物体は少なからず赤に染まりますのでね。はい。そして、こう潜り込んでいく、葉っぱに潜り込んでいく枝の部分は硬いと雰囲気出ませんのでね、こんな風にぼかしておきます。同じような調子で、全部の木を、幹、枝を入れていきます。今回ですね、細筆を忘れちゃったんですよね。いろいろと忘れちゃっているんですよ。はい。切り拭きをしたいなって思ってみたら、そのスプレーをね、忘れちゃってますしね。で、カメラの三脚も忘れますし、いろいろ忘れております。はい。そんな感じでね、必要最小限で頑張ってやっております。下から上に、塗りにくくなった場合は画面をひっくり返しまして、で、このように、描いていきます。このね、丸筆の細い目の筆で、なるべく細い線を描こうと。細筆をね、忘れましたから。それなんでね、ちょっと注意して画面をひっくり返してやっているというわけです。赤みが足らないなと思う、幹にはどんどん赤みを入れていきます。はい。下に塗った紅葉は、まあ、ウォッシュの状態です。下塗りでしたので、この辺りからリアルに、ちょっと少し筆で紅葉を入れていきます。こんな感じですね。この地面にですね、結構ザラザラしているものがあるので、ドライブラシでいきます。結構暗いので、で、この隙間隙間に
背景色を入れていって、そしてここに手前の明るい花葉っぱを浮き彫りにするように、こんな感じでネガティブペインティングするしかないですね。こういうとこはすごく難しいですね。こう虫が食ったような状態に見せていかないといけないですね。でこの濃さをこちらに流さないと、おっとっと、おお、ちょっとおかしくなっちゃった。で後ろが自然と暗い森があるように見せる、いわゆる一つの見せどころですね、これね。こういうふうに中にちょっとプツプツしたものを入れて、葉っぱの隙間から奥の濃い森がちょっとちらっと見えるようにする。そしてこの濃さをこちらに促していく。はい、手間がかかりましたけど、後ろの濃い森を入れるとこんな感じになります。ちょっとね、このネガティブペインティングは大変ですけどね、まあ、マスキングをすれば簡単かもしれませんが、このように手でやることもなんかいい訓練になりますね、はい、ではですね、今から影を入れていきます。大体まあ真ん中ぐらいに太陽がある感じにして、全部影を入れてみます。まず、この辺に太陽があるとすると、この木の幹はこんな感じになると。でですね、こんな風にしますけど、この辺りから影は物体に近いとエッジは硬いですけど、離れていくとぼんやりしてくるので、離れるほどぼかしていくということです。はい、でまた この上に、この下に葉っぱたちの影が来ますけどね、それを後でぼかして入れていきます。じゃあ、太陽がここだとすると、この木はこういう感じですね。同じような感じで、この木はと斜めになると、こちらの方はぼかしておくと。はい、そしてこういった影が地面にあって物体の本体の中にないのはおかしいので、この本体の中にも入れていきます。入れていくんですけど、光がこう、こちらによく当たりますね。でこちら光る感じにするので塗り残す。こちら側も光の巻き込みがあるので、ちょっとだけ塗り残すというイメージで、どこから光が来るのかよく考えながら物体の中にも影色を入れていきます。
すごく、逆光の感じが出てきましたね。はい、こんな感じでできてきました。では下の方に、上の葉っぱたちの影を入れていきます。こちらはぼんやりとぼかして入れたいので、まず水をここに引いておきます。はい、そして入れていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとね、太陽の方向が変わってきたんですよね。若干右に行っちゃいましたね。あとこの手前に草を描いて終わりですね。あ、その前にね、草を描く前にここですね、やっぱり葉っぱも影になっているので、葉っぱたちにも影色を入れていかないといけないですね。特に上の方が濃くなるので、そういうのもちょっと散りばめます。はい、この樹木たちはよく見ると少し苔がついているんですね。なのでその苔の雰囲気が出るように、少しグリーンを、まあ、部分的に上乗せして雰囲気を出します。はい、ということでこんな感じで完成しました。少しネガティブペインティングの部分がね、この虫食い状態のような感じの、そこが結構時間がかかっちゃいましたのでね、まあトータルで1時間半ぐらいですかね、かかりましたけども、はい。で、完成した感じがこんな感じで、全体のビジュアルはこんな感じですね。はい、では、部分的に拡大していきますので、どうぞじっくりとご覧ください。はい、最後までご覧いただきましてどうもありがとうございます。この水彩画制作過程動画の全シリーズを一目でご覧いただけるサイトを作りましたので、この画面下の解説欄にあります URL をクリックしてみてください。第1回目から今回までのすべての動画が一目でわかるようにしてありますので、見たい動画を速攻でご覧いただけますので、どうぞご覧ください。また無料で学べる水彩画8日間集中講座というのもやっております。これも画面下の URL からどうぞご覧になってみてください。そして、チャンネル登録の方もよろしかったらぜひお願いいたします。